はい、皆さんおはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。あちでございます。ソヒョさんの三国志10パワーアップキットですね。パート60始めていきたいと思います。3品間になりましたね。でね、空白地を取ったんでね、ひょっとするとね、大使のチャンスがあるんですよね。さてさて、曹操の総攻軍勢が古老館の選挙に失敗したと。曹操頑張ってますね。さてね、出荷に行って依頼事ありますかね。揉め事の仲裁、ろくなんないですね。じゃあね、お金もあるんでね、ここは一発技術でも、お、来たー。大総評、いいところに来た、良いところに来てくれたと。あれ、兼業占領か。遠いな、これ。あら、最初の大使は郊外か。これは厳しいかもしれないですね。ちょっと早送りますね。はい、勝ちましたね。孫権の勢いもすごいですね。はい、三品官になったら、まあ給料も上がるんでね。これでね、ちょっと大使になりたいな。はい、あ、誰だっけ、優勝って呼んでいいのかな、わかんないな。ああ、処置が兼業の大使になっちゃったかい。なんかすごいな、占領しまくりだ。これはチャンス巡ってくるかもしれないですね。後はね、後のね、孫権のね、主要な、まあ言うたら首都ですね、になるんでね。はい、こう攻略するということでね。ちょっと大丈夫かな。さっき寿命が尽きないかい。5の国落としました。いきなりね、2,4,6,8国をね、あ、鼓舞を習得可能になったわ。あら、関東か。まあしゃあないわね。出世まだまだ足らんか。はい、成長のお越しください。全将兵に招集をかけています。いよいよ流氷軍打倒の軍を。あ、これはまたイベント来たな。全将兵集まったようだな。この度、いよいよ流氷を打つ軍を起こすことに決めた。流氷打倒は何事にも優先される。認知のことは考えずともよい。総力戦のつもりで当たれということで、兄上、国事と指示を混同してはなりません。もしもの時はどうするのです。何を言うか、無念にも死んでいた部下たちの仇を討たずにおられようかと。我が命が尽きるまでに必ず奴の首を取ってみせる。この決意は変わらぬ。父上、それがしに先陣を命じくだされ。孫権の武勇を見せてやります。孫策ですね。おお、よくぞ申した。それでこそ我が息子よと。皆も白府に送りを取るまいぞ。さあ、発出陣の準備だと。我が将兵たちをよく聞け。それがしは流氷を打たずして、二度とこの地を踏むつもりはないと。無駄に落ちていった戦友を思え、あの屈辱の日々を思い起こせ。この戦負けは許されぬぞと。よ
ますね。申し上げます、流氷軍は高架で牢城の構えです。首相は控訴の模様。あ、控訴来ましたね。よし、分かった者ども、まずは控訴の出方を伺うぞと攻撃開始ということでね。北の孫権軍、それありったけに打ち込み敵を近づかせるなと、闇雲にかけるとは戦を知らぬやつめ。よし、矢の防御に専念しつつ城への接近と後退を繰り返せ。敵の矢が尽きるのを待つということでね。孫権軍めちゃこまかしよって、おい何をしている、もっと矢を置いたのかと。父上、敵の矢勢が弱まりました。今こそ総攻撃に移る時と心得ます。それがしに突入のご命令をと。よし、かかり全軍にも総攻撃を命じよう。白風に遅れを取るでないぞということで、申し上げます、孫作様が敵の備えを崩されましたと。敵将コースは城陽方面へ逃走した模様。それでこそ我が息子よ、全軍逃走した敵を追いつつ上陽へ向かい、一気に重兵軍を叩くと。はい、孫権様、流氷軍は上陽の守りを固め城から出ようとはしませんということで、牢城するつもりだな、このまま包囲して攻め落とすと全軍に伝えろ、それがしに落とせぬ城などないということを教えてやる。白府よく見ておくのだぞと、しかと学ばせていただきます。お、何やら陣が騒がしいですが、士気が折れたようです。不吉だと兵が騒いでおりますが、旗が折れたぐらいで何を騒ぐことがある。持ち棒を張られぬよう厳命せよということで、申し上げます、流氷軍の一部が上陽を離脱していきます。逃がす者か者どもついてまいれ、まずはあの一軍を叩くと。はい、孫権軍勢が、流氷軍の高速軍勢との戦闘を開始しました。戦闘コンピューターに任せますか。ちょっと見てみましょうかね。あら、これ私いないんでしょうかね。あ、いない可能性大ですね。しまったな。部隊を自動で配置してくださいねと。あ、総評さんいるわ。ちょっと早送りしますね。あ、孫権軍がかなり構想いいな。これでしたら誰かな、関東のお城つきましょうかね。あ、水軍がないんでね、これはまずいな。ちょっと早送りしながらですけどもね、兵力的にはまず辛いですね。かなりかなり辛い状況でありますね。あ、関東軍と戦ってますね。あね、関東強いんでね、それなりにね、そうそう負けることはないとは思いますけどもね。ただ今ちょっとね、倍近く敵の兵力がねあるんでね。ああ、孫策強いわ。孫策はね強いですね。孫策の方行こっか。はい、待機しますね。あ、弓兵か。兵が確認せんかったらまずかったな。あ、関東があの家計引け、崖化されましたね。で、消化して飛んでいきましたけど、あ、これ多分パープキットでできてるんちゃうかなと思うんですけど、あのどん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 あの奥まで行けるんですよね、あの突撃次第でね。強いな孫策は。敵に回したくないんですね。あ、来たかな。あ、来ましたね。あ、まずいな。あー、まずいな。あ、
関東もだいぶやられてますね。強いけどちょっと辛いところはありますね。さあ私ですけどね、細胞の本体か、これ細胞なのか。細胞は辛いな。かといって関東を助けに行くわけにもいかないですもんね。これはね、ちょっと引きましょうか。引いて打ちましょうかね。弓矢でね。あ、弱いな。強いんですけどね、関東さんね、強いんですけど、やはり多勢に無勢かなと。ああ、うちのね、もう我が君がね、孫権さんね、強いですね。強すぎる、強いなあ。まあ孫作さんね、あ、強いな、この親子はね。もう言うことないぐらい強いですね。側面から孫権を攻めるんでしょうかね。あ、攻めはしないか。あ、関東がだいぶ辛いような感じになってますね。まあ、関東もちょっとね、逃げてる感じがなきにしもあらずですけどもね。さあ、強いな孫権は。どこまで追っ詰めていくんや。おい、強い、強すぎる。これ1600でしょ。関東の守りに行った方がいいのかな。どうしたらいいかな。機動力5でしょ。これね、届かないかな。もうちょっと君主を守りに行きましょうか。はい、私ほどまではないかな。どうなんだろう。あ、でもやっぱ強いわ。あ、強い、関東もやっぱ強いですね。差が1万切りましたね。酵素の軍団がね、あ、強いな。怪獣捕まえましたね。ちょっとあれでいきましょうか。これ攻撃できないでしょ。できないんで、とりあえず待機ですね。うわー、孫作やっぱ強いね。強すぎですかね。あ、酵素が孫権のところに向かってますね。これ多分なんかイベントがあるのかもしれないんですけどもね。
一斉攻撃って効果あるんですね。あー、関東がやばいな。かと言ってもうね、逆転しますね、兵力はね。あ、強いな。強い、孫策強いわ。私何しましょうかね。誰かいる？いないですね。いない。これ細胞の本体。はい、ここ行っときましょう。まあ、弱いな。しちゃいましたね。あ、こらダメか。あー、マジな。戦力的には勝ってるんですけどもね。あ、強いな。あ、ちょっとね、時間が良くなっちゃいましたね。この辺で終わっておきたいと思います。宗陽さんの三国志10ですね。パート61でよかったかな。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。